大津湖西エリア。湖西は文字通り琵琶湖の西。日本最大の湖である琵琶湖の西に南北に細長く広がる地域です。大津湖西エリアとは大津市の北部、堅田、小琴、坂本一帯を指す言葉です。この3つの地域で形成される大津湖西エリアは、豊かな歴史文化や多様な観光資源を持つ滋賀県を代表する観光エリアとなっています。今回はそんな大津湖西エリアの魅力を訪ねます。冬突入の12月、北風にも負けぬ若い2人がこだわりの店やグルメを求めて湖西の街をレンタサイクルで駆け巡ります。そしてそんな大津湖西エリアを盛り上げようと開かれた楽しいイベントの様子もご紹介します。この番組はご覧の提供でお送りします。大津湖西エリアを紹介するサイクリングツアー。まずは3つのエリアの中央にあたる小琴エリアから。小琴といえば温泉。小琴温泉は1200年もの昔、比叡山の伝教大師によって開かれたといわれる歴史ある温泉です。泉質は pH9.0 という高いアルカリ性単純温泉。入浴後に滑らかな肌になるところから美肌の湯としても知られています。かつては京都大津の奥座敷と呼ばれた小琴温泉ですが、京都や大阪からのアクセスが良いことから、近年は温泉と料理を楽しむ日帰り旅行先としても人気を集めています。ここで小琴エリアの歴史遺産である寺社仏閣を紹介しておきましょう。小琴の氏神様として崇敬を集めているのが小琴神社。祭神は大井の神今尾宿根の命。小琴の地名の由来は、この祭神の屋敷から琴の音が聞こえたことから、姓の音琴を取って小琴と呼ばれるようになったとか。小琴の北西、比叡山麓の扇にも特色ある社寺があります。小倉神社は扇地区の氏神様をお祭りしている神社。天智天皇の大津京遷都の時代から続く1300年以上の歴史を持つ由緒ある神社です。小倉神社の近くにある鶴生立庵は西国愛染霊場第9番札所。木々に包まれた静かな寺は季節の彩りも豊かで、春から秋にかけてさまざまな花や紅葉が楽しめます。小琴エリアの歴史と社寺仏閣を簡単に紹介したところで、いよいよサイクリングツアーに出発です。ペダルを漕ぐのは琵琶湖放送の若手社員と私黒川の2人。スタート地点はレンタサイクルのある小琴温泉観光公園。観光案内や地元食材が楽しめるカフェ、お土産を取り揃えた販売コーナーなどのほか、琵琶湖が一望できる芝生公園や足湯を楽しめる施設もあります。足湯は最後に残しておいて、まずは自転車を借りてサイクリングツアーに出発。琵琶湖放送入社3年目の中澤誠です。同じく3年目の黒川彩子です。さあ、今日は湖西南地域をサイクリングしていくということなんですけれども、はい、意気込みある？私あります。もう運動大好きでサイクリングもしたことがあったので、もう今日本当に楽しみにしてきました。一緒に楽しみたいと思います、はい、中澤君サイクリングはどうですか？僕はね、普段あんまり運動しないんですけれども、はい、この機会にサイクリングに増えていきたいなと思います。はい、一緒に頑張りましょう、はい、では早速行きましょう、はい、レンタサイクルで
ゴートゥーコセー。まず向かったのは地元の人に愛されているケーキ屋さん。小琴温泉観光公園を北上して JR 湖西線の小琴温泉駅を通過、駅北西の住宅地を目指します。到着したのはメゾンローズ。ヘンゼルとグレーテルのケーキのお家をイメージしたプロヴァンス風の可愛いケーキ屋さんです。ショーケースの中には美味しそうなケーキがいっぱい。どれにしようか悩んじゃいます。来た、すごい。どう、めちゃくちゃ綺麗やな。めっちゃ綺麗。これは楽しみ。いちじくに洋梨に、はい、ぶどうにフルーツがもうゴロッと乗ってる。なるほど。いただきます。幸せ。最高。フルーツがそもそもめちゃくちゃ甘いんですけど、なんか生地が逆にこう軽くてちょっとあっさりしてるからすごく合います。たまりません。幸せ。これはパクパクいける、うん、じゃあ僕もチョコレートのケーキプラハいただきます。うん、すごい。めっちゃチョコレート濃厚で、でこのアーモンド生地とあとちょっとコーヒー風味があって、これ絶対コーヒーとめっちゃ合うと思います。美味しいです。デートにもぴったりやね。ぴったりですね。誰か誘いますか？秘密で。逆逆。女の子の方がね。女の子の方が。次に目指すのは昭和の時代から続く何でも屋さん。メゾンローズから県道558号方面に下り、県道手前の旧道を北上すると見えてきました、池見商店です。お店の中はまるで昭和の時代にタイムスリップしたかのよう、50年前そのままの食料品中心のお店です。何でもやらずで、ね、昔も周りにそんな店がない頃に始めてるんで、はい、それは何年ぐらいからですか？昭和28年かな。創業でいうとどれぐらいになります？60年超えたと思うので、はい、おすごい。はい、お肉だ。お肉も置いてらっしゃる。お肉も、はい、魚も何でも、ほんとのことほんまに何でもいりそうなもんはと思って、懐かしい駄菓子コーナーもありました。すごい、一番安いの10円からありますね。ビッグカツ、あ、懐かしい。これおかずにする人いませんでした？これでご飯食べれる。これでご飯食べられるんだよね。30円で。子供だから、まあ、そういう風に並んでる店がないのか知らんけど、子供たちが駄菓子屋駄菓子屋って言って表から覗きに来るから、それでなんか駄菓子屋っぽく思われてる。続いて池見商店から県道558号を渡って湖岸方面に。目指すのは琵琶湖最大の自然体験学習施設オーパルの中にあるレストランです。レストランアンソレイラは琵琶湖湖畔のカジュアルレストラン。目の前に広がる琵琶湖の景色を楽しみながら食事が楽しめます。敷地内のオーパルではカヤックなど水上アクティビティを楽しめ、琵琶湖をたっぷり満喫できます。レストランアンソレイラの他にもう一軒、琵琶湖の眺望が魅力的なレストランを紹介しておきましょう。小琴エリア南にあるマリーナリゾートロータリーピア88。開放的なロケーションの中、リゾート気分で過ごせます。フードメニューはアメリカンスタイルで、どれもボリューム満点。おしゃれなドリンクも充実しています。というわけで、小琴エリアの散策はひとまず終了。小琴温泉観光公園へと戻ってきました。さて、ここでのお楽しみは？できた。
疲れたので、はい、足湯で癒されよっか。やったー。せーの。あったかい。気持ちいい。気持ちいい。あー、最高。極楽やな。旅の疲れが癒えますね。一気に吹っ飛んだ。足湯で疲れを吹っ飛ばすですか。気持ちいいな。この最後の締めくくり最高や。うん、この足無料なんやって。あら、これはありがたい。それしたらまた行けそうやな、最後。うん、大津湖西エリアを紹介するサイクリングツアー、小本エリアに続いて2箇所目は坂本エリアです。まずはこのエリアの代表的な2つの社寺を紹介しましょう。日吉大社の門前町として発展した坂本は滋賀県を代表する歴史の町、比叡山の東山麓に鎮座する日吉大社はおよそ2100年前の崇神天皇7年に起源を持ち、全国3800余りの日吉、比叡、山王神社の総本山です。平安京遷都の際にはこの地が都の北東表鬼門にあたることから都の魔除け、災難除けを祈る社として信仰され、また伝教大師が比叡山に延暦寺を開いた後は天台宗の御法人として多くの人々の崇敬を集めてきました。日吉大社の少し北に西教寺があります。西教寺は天台新聖宗の総本山です。聖徳太子が恩師である高麗の高僧のために創建したと伝えられています。久しく荒廃していましたが、自衛大師良源上人が念仏道場として復興しました。さらにその後、新聖上人が道統や教法を整え、全国400余りの末寺を有する総本山となりました。信長の比叡山焼き討ちで焼失した後、明智光秀が復興に尽力したことから、境内には光秀一族の墓も残っています。坂本エリアの代表的な二社寺を紹介したところで、いよいよサイクリングツアーに出発です。スタートは坂本観光案内所、自転車を借りてサイクリングツアーに出発です。レッツゴー。まずはあの大積の石垣を見ながら電動自転車で日吉大社方面へ。見えてきたのは旧竹林院。その昔、延暦寺のお坊さんの隠居所として建てられました。1000坪の池泉回遊式庭園が見事、国の名勝にも指定されています。その旧竹林院の向かいにあるのが大杉茶屋。いい感じやね。日吉大社三門前の茶屋として古くから続いてきたお店です。ここではぜんざいとわらび餅をいただきます。用意してもらいました。嬉しい。美味しそうやね。うん、すごいです。もちもちできな粉も甘くてめっちゃ美味しいです。やっぱり作りたてが一番美味しいなと思うので、やっぱお店で食べるのがおすすめですよ、やっぱり。お店で食べよう。ちょっとじゃあまずお汁粉からいただきます。ほっこり。じゃあお餅もね、いただきますね。いただきます。うん、うん、うん、伸びる。伸びる。
もちもち、うんうん、本当に出来たてだから、うん、なんかちょっとこんがり焼き目も入ってて、おいしい、幸せな時間、いいですね、うん、癒される、食べて食べて、はい、和はやっぱりいいね、うん。大杉茶屋から坂道を下る途中にあるのは九人屋敷、旧岡本邸です。延暦寺のお坊さんでありながら妻をめとり、名字台頭を許された九人と呼ばれた町の発展に努めた人たちの屋敷跡です。大津市の指定文化財となっています。続いて向かったのは、素材にこだわったお団子がいただけるというお店、比叡三九郎です。ここはよもぎ餅の専門店、甲賀市の羽二重餅と国産よもぎをふんだんに使った香り高いよもぎ餅がいただけます。甘味、喫茶メニューも豊富で、お抹茶セット、ほうじ茶セットは大評判です。おいしそ う, おいしそう、見た目綺麗じゃない、綺麗、まんまる、緑も綺麗で、うん、よもぎ専門店らしいんですけど、私にでも違いが分かるか心配、うんうん。いただきます。うん、違う うん、分かりましたか。私でも分かるぐらい違う、よもぎの香りがすごい、うん、口に入れた瞬間にもうブワッと広がる、よもぎのいい香りが鼻から抜けて、本当に味覚でも嗅覚でも楽しいなっていう感じです。すごい美味しいです。やっぱりよもぎにこだわってらっしゃって、うん、はい、若葉を使ってるんだって。あ、だからこそこういう香りが出るって教えていただきました。なるほど、食べて納得、うん、ね、美味しい。さらに東へ、県道558号沿いにあるのは仕出し処忠臣。滋賀といえば近江牛、本物の近江牛をカジュアルにリーズナブルにという思いを込めて始めたという近江牛専門店です。看板メニューの近江牛筋立て煮込みはチームシェフコンクールで入賞した絶品の一品です。自転車を借りた坂本観光協会へと戻る途中、京阪坂本比叡山口駅のすぐ隣にあるのがお土産甘味処上田。小さなお店ですが、破産醤醤油煮や黒糖わらび餅など、ここでしか味わえない手作りの一品が揃います。坂本エリアの散策も終了。ただいま、坂本観光協会へレンタサイクルを返却です。あー楽しかった、坂本も魅力いっぱいあったね、本当に楽しかった、どこも。でもまだ片田もあるから、はい、片田行ってみようか。行きましょう。行ってきます。行ってきます。大津湖西をめぐるサイクリングツアー、最後に目指したのは片田エリアです。片田エリアで最も有名なのは満月寺浮見堂。近江八景片田の落眼で名高い浮見堂は、地名を開門山満月寺といい、平安時代恵心僧図が琵琶湖から拾い上げた阿弥陀如来を祀るために建てられたといいます。浮見堂は昭和9年の室戸台風で倒壊、昭和12年に再建されました。堂内には1000体の阿弥陀仏が安置されています。湖上に立つそのシルエットは琵琶湖を代表する風景の一つです。
さて、いよいよ片田エリアのサイクリングに出発しましょう。自転車を借りるのは古族の里資料館。中世片田は琵琶湖の水運や漁業権を一手に掌握し、泉州堺と並ぶ自治都市として栄えました。古族の里資料館はこうした豊かな歴史文化を築いた片田衆をはじめとする先人たちの足跡を後世に伝えるための資料を収集、保存、調査研究している資料館です。それでは3つ目のエリア、片田エリアを回っていきたいと思います。サイクリングで楽しみましょう、はい、行くぞ。レッツゴー、レッツゴー。古族の里資料館をスタートして西へと進みます。周辺にはおすすめスポットがいっぱいです。波の音酒造、江戸時代の文化2年創業。蔵元三兄弟の一貫した品質管理のもと、ここ信州をモットーに、小さな蔵ならではの丁寧な酒造りにこだわり、美味しい地酒を醸しています。こちらは立正園茶舗、昭和27年創業のお茶専門店です。こだわりの国産茶葉を多数取り揃え、お求めやすい価格で提供。テイクアウトもあり、抹茶から立てる抹茶ミルク、グリーンティー、浮見堂を訪れる観光客に大人気です。そこからすぐのところにあるのは魚富商店、琵琶湖で獲れる魚の佃煮専門店です。片田漁港で水揚げされた新鮮な魚を夫婦2人で加工販売。冬の味覚、本もろこ、イサザの佃煮は大人気です。これが有名な浮見堂ですね。すごい。着きましたね、浮見堂、ね。立派。浮見堂の前を通り、北へと進みます。おしゃれな感じが奥見えてますよ。イタリアンレストランですか、これは。いやいや、到着。訪ねたのはカフェレストランペコリーノ。本格イタリアンが味わえるお店です。お邪魔します。お邪魔します。あ、ここがオーダーしたのは、地元滋賀県産の野菜とお肉をふんだんに使い、15時間じっくり煮込んだビーフシチューと、週替わりで食材が入れ替わるパスタを注文。この日は明太子クリームのパスタです。あ、ご用意していただきました。美味しそう。美味しそうよね。またこの絶景よ、うん、ね、絶対美味しいよね。本当に最高ですね、はい、中澤くんから先どうぞ。いいですか、ありがとうございます。こんなに大きいの食べれるかな。大きいね、ゴロッと入ってるね。うん、うん、思わず笑いが、うん、うん、美味しい。大きいのに本当にふわふわなお肉で、本当に歯いらないくらいですそんなに柔らかい、うん、うわいいな。グツグツ煮込まれてるんやな、うん、デミグラスソースもいい香り、
すごい美味しい、ありがとうございます。羨ましい。じゃあ私パスタいただきますね、はい、私ね明太子クリームパスタ大好きなんですよ、うん、だからちょっと厳しいです。あらクリームパスタにはうるさいんですよ。これはどういうジャッジが出るのか楽しみですね。うん、さあいかがですか。完璧。あら完璧出ました、よかったよね。麺がもちもち、うん、でこの絡み合うたらこ明太子のクリームソースが濃厚、はい、うん、これは美味しい。明太子好きの黒川さんからしてもこれは美味しいと。大満足です。めちゃくちゃ美味しい。今まで食べた中で本当トップで美味しいです。トップ出ました。幸せやね。いや、うん、景色もいいし料理も美味しいし、うん、最高ですね。最高。サイクリング頑張ってよかったね。よかったです。食べよっか。はい、いただきます。ペコリーノから北へ。ちゃんとしたお豆腐屋さん初めて。地元で愛されるお豆腐屋さんを見つけました。ジロベの豆腐上田豆腐店は昔ながらの手作り豆腐の店。お邪魔します。お邪魔します。お豆腐屋さんやって。へー、あー並んでるね。すごい。滋賀県産丸大豆を使った濃厚な味のお豆腐と分厚いお揚げが自慢です。お豆腐作ってる大豆がこと豊か大豆。幻のって書いてますね。ね、幻やって、まあ、特別な大豆というか、うん、こだわりのものを使ってらっしゃるんでしょうね。やっぱり材料にこだわってらっしゃるんですね、なんか聞いたことがあるけどここのお豆腐ってすごい濃厚なんやって。あ、そう。やっぱり普段食べてるお豆腐とは違うから多分そのまま食べてもすごく美味しいんだと思う、しもちろんこうなるお豆腐やったらどうやって食べたい。やっぱり朝ごはんにお味噌汁とかいいですよね、うん、いいよね。朝買いに来てね、お味噌汁でもいいかもしれない。特別な朝になるよね。そうですね。あ、おいしそうないっぱい並んでるんで。並んでますね。よいしょ、行こう行こう。お菓子司金時堂に到着です。創業からおよそ100年、3世代で守る伝統の味です。看板商品は近江八景の一つ片田の落雁。東の落雁の原型となったお菓子です。滋賀県近江八景というのがありまして、その中の一つ、片田の落雁といいましてね、はい、浮き見堂を中心として狩りが飛んだり浮いたりしてる、これを落ちる狩りとして落雁、はい、で日本中のこういう東のことを落雁、落雁というのは、片田落雁が元になっております、はい、ここの片田落雁から来てこのお菓子の名前が落雁になったんですね。そう、同じね、和三盆使っても入れる材料が違ってて。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。どうですか。おいしい。うん、これが和三盆というお砂糖なんです。香川県讃岐の和三盆なんですけどね、ちなみに値段5キロで、お値段5キロでお値段は10,000円。まあそれだけいいものということですね。高級なお砂糖。これが和三盆なんです。普通上白といたら100点200点とかなんですけど、これがこのトロンとした味の。フラットまで来てください。はい。フラット琵琶湖じゃないけど。ちょっとそれね使いづらいんですけど。次回番組なので。またお邪魔させていただきます。はい。結構ね、よそもね、はい、なんか風情があるなとかね、歴史を感じるって言うてくれやんやんか。嬉しいことなんです。はい。サイクリングでより感じました。はい。はい、ありがとうございます、はい。またお邪魔させていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
他にも魅力的なお店が片谷は。こちらは近江麦酒、大津市唯一のクラフトビールのお店です。小規模醸造所ならではの小回りの良さを生かして、船寿司を使ったビール、麹のビール、キウイのビールなど珍しいビールがずらりと並びます。はい、古生地域3エリア回ってきました。いかがでしたか？いやもう本当に楽しかったです。食べて、歴史を知って、で琵琶湖を感じて、こうサイクリングを通して古生の魅力を改めて感じました。いや本当にそうですね、中澤君どうでした？はい、普段自動車でしか通ったことなかったので、やっぱ自転車でしか行けないようなところがいっぱいあって、もうこのサイクリングの旅って本当に素敵だなと思いました。こう普段運動してないって最初言ってたけど、これからハマりそう。 はい、サイクリングハマりそうですじゃあまたぜひ一緒に行きましょう。はい、はい、楽しかったです、はい、楽しい体験ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもぜひ古生エリア訪れてください。この魅力的な大津古生エリアをさらに盛り上げようと、12月11日の日曜日、交流イベント大 GoTo カーニバルが開催されました。大 GoTo キャンペーンが開催できることを嬉しく思っております。坂本方々へ来てよかった、そして小琴温泉で楽しめてよかったと、お客様の思い出がを作っていただけるような、そのようなエリアにこれからもしていきたいと思います。小琴、坂本、片田の大津古生エリアの観光協会が中心となって、さまざまなイベントが開催されました。残念ながらコロナの影響でずっと延期延期ということで、やっと本日迎えることができまして、まあ大津の商店街さん、そして大津の観光協会さん、そして坂本の観光、そして我々の片田観光協会の4社が一緒になって、このカーニバルを成功させようということで、この地域、そして坂本、片田もより一層観光が発達するように、また多くの方に来てもらえるようにと思って、本日を迎えさせてもらいましたので、片田にもいくつも商店街がございますので、そこでお買い物をしていただくと、より一層地域の発展になるかと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今まで個々でやってた会場を3つのことを連携しながらやらせてもらうという中で、今までのよりも広がりを持ったような形でこの会場へ入っていただけたらありがたいなというふうに思っております。やはりこの3地区が坂本、小琴、片田が連携して物事をやれれば、もっとスケールの大きい形がものもできますし、また12月という時期閑散期にでも多くの人に期待いただけることができれば、我々としては嬉しいなというような思いでおります。この会場は過去いろんなイベント会場として、商店街もたくさんのお客さんをここへお招きして、大きなイベントも何回もしてきたのが、コロナ禍でずっとなくなってて、ようやくちょっと開催できてホッとしてます。琵琶湖の景観の美しさ、いろんな名所旧跡、やっぱり隠れたね、いろんな、うわすごいとこあるんやなということを、みんなやっぱり発信していきたいなと思っております。小琴を含めたこの地域は非常に歴史もありますし、自然文化も豊かですし、それは小琴だけじゃなくて坂本があり、そして片田があり、この小琴のこの3つの地域が一つになって開催をするということに大変意義があると思っております。皆さんに支えられて小琴温泉があると思いますので、その3つの地域が一つになれる、すぐに集まってみんなで盛り上げていこうと思える、この人間関係といいますか、コミュニケーションといいますか、それが昔からつながってきているというのが、この地域の一番の魅力であるかと思います。小琴エリアでは、小琴の魅力を再発見をテーマに、地元のごちそう鍋を振る舞う近江牛振る舞い鍋や、
大津古生地域の名産品紹介、ずらりと並ぶキッチンカーの飲食ブースなどが設けられ、多くの来場者でにぎわいました。メイン会場が置かれたのは小ごと温泉観光公園。ラクラクの皆さんです。お願いします。午前10時からイベントはスタートしました。イベントのスタートは地元大津で活躍するウィンドアンサンブルラクラクの楽しい演奏から。クリスマスにちなんだ演奏もあって会場は大盛り上がりです。続いて登場したのは大津市出身の世界的パフォーマー木下幸喜さんのジャグリング。目を見張る圧倒的なパフォーマンスに会場の子どもたちもびっくりです。一方そのころ、旧竹林院駐車場をメインステージとする坂本会場でも楽しいイベントが同時スタートです。まずは和太鼓集団心の迫力あふれる演奏から。続いてはキッズダンス。地元小学生が中心となったチームが登場すると会場からは大きな拍手が沸き起こります。のイベントは360度のピュアコビュー、クルーズ船に乗って湖上からの景色を楽しみます。片田港から出発するのは木米造船所の外輪機船一番丸。湖上輸送が盛んだった明治の時代に大活躍した蒸気機関船を現代に復刻した昔懐かしい船に乗ってクルージングです。湖上から見る大津古生エリアの風景はまた格別です。真下から見る琵琶湖大橋は迫力満点。
琵琶湖で最も狭い部分にかかっており、この橋を境に琵琶湖は北湖と南湖に分かれています。船内は家族連れでにぎわっていました。今の各会場自転車で回ってるんですけど、でさっき片田会場まで行って、今これ乗って大琴会場に向かってるっていう感じ。こんな船めったに乗る機会ないと思うので、ちょっと寒いですけどいい機会になったと思います。はい、外に見えたのはサンタさん。今日船乗ってどうですか？嬉しい、楽しかった。なかなかこういう経験がないので、すごく無料で乗れてすごく嬉しいです。こういうイベントごとをいっぱいやってもらって地域も活性化したらいいなと思っています。おごと港が見えてきました。到着です。いや、楽しかったですね。景色も良くてちょっと寒かったですけど。でなんで乗りようと思ったんですか？乗りたいって言ったんでイベントに参加しようと思って乗りました。どうですか？その楽しかったですね。はい、坂本エリアのメイン会場旧竹林院駐車場では、日吉大社三門前で全国に知られる食べ物でのおもてなしが始まりました。坂本ふるまいそばです。比叡山のふもと坂本でそばが食されるようになったのは、全国からやってくる参拝者や長旅から戻ってきた修行僧などに振る舞ったのが始まりだとか。つるつるとそばをすする皆さんの表情はとても幸せそうです。していただいております。早速盛り上がっていきましょう。いいですか？子供とかと一緒に来れるようなイベントなんで、すごいありがたい楽しいイベントです。暖かいポカポカした中でできているのがすごいいいかなと思います。おごと会場でもおいしいおもてなしが始まりました。近江牛ふるまい鍋。滋賀といえば近江牛。その贅沢な近江牛と地元で採れたごぼうやネギ、白菜、そしてお豆腐までが入った地元のごちそうがたっぷり入ったふるまい鍋です。まあ、濃くもなく薄くもなく、皆さんね、子供さんから年配の方までおられるから、それに合うような味付けにはしたつもりなんです、抑え気味の感じで、皆さんの口に合うような、味付けにさせてもらいました。近江牛は、脂が美味しいんで、結構それで甘みが出る。でその出汁を使って野菜と豆腐も炊いてるんで、結構美味しく仕上がったと思うんですけど。皆さんとっても美味しそう。美味しい。はい、いいですよ。関係者の皆様にも、近隣の皆様にも感謝を申し上げたいと思います。柔らかいです。ちょっと甘いんですけど、近江牛がすごくとろっとしてて美味しかったです。すき焼きみたい。お肉はどう？美味しい。お肉どうでした？柔らかいです。こんな日のな、お鍋でたくさん炊いて作りはで美味しいわ。めっちゃ柔らかい。いや、お醤油とお砂糖が甘くて美味しかったです。久しぶりなんで、すごい楽しいです。他にも楽しいイベントが盛りだくさん。旧竹林院茶室でのお茶の振る舞い。坂本は日本茶発祥の地としても有名な場所。
蓮業大師最澄が中国から持ち帰ったお茶の種をここ坂本に植えたのが日本のお茶の始まりとか。そんな由緒ある場所でのお茶体験、格別な時間が過ぎていきます。さらに観光ガイドさんの案内で歴史探訪ウォークも開かれました。坂本は滋賀県在住の作家今村翔吾さんが第166回直木賞を受賞した西洋の盾ゆかりの地、石工集団の阿納衆と国友の鉄砲職人、大津城攻めを舞台に近江の技術者集団の技と思いが交差する様子を描いた小説です。そんな歴史ロマンを今に残す坂本の町、自分の足で歩きながら古の時に思いを馳せるのもこの町の楽しみ方の一つです。そんな歴史探訪は片田地区でも開かれました。こちらも観光ガイドさんに案内してもらいながら町に点在するお寺を巡ります。片田の町っていうのは意外と歴史が古くて、と言いますのはここ一番琵琶湖の中で狭いところですよね、とここを船が通るときに捕まえやすいんで通行料を取って、それで栄えてるんですね、町自身が。片田の町っていうのは意外と歴史が古くて、また今と違って裕福な大きな町だったというふうに聞いてます。それをぜひ皆さん方にちょっとこう体感していただければと思ってます。やっぱり古城の交通を管理するっていうのは大きなポイントだったと思います。と言いますのは通行税ってのは馬鹿になりませんし、で原価ゼロですから、非常に、おまけにこの琵琶湖の水運っていうのは昔はここは一番の物流 の大きな流れの中で、片田っていうのが古城の権利を一手に握って、極端に言えば造船まで船作りまで片田でしかできないっていうぐらい栄えた町だったと思います。でここは片田の州の総本陣営の神社として、伊豆神社は中世琵琶湖の水運に絶大な特権を持っていた片田の総鎮守です。現在境内にはハート型をした幸運を呼ぶ石があり、縁結びのパワースポットとして話題になっています。誘導看板には片田源兵衛の首と書かれています。参加した方が衝撃的だったのがこちらの光徳寺、親鸞聖人のお姿を描いた絵を、御影中ですかね、それを返してほしかったら生首を持ってこいというふうに言ったらしいんです。そうすると自分の息子の首を切って、それともう一つ自分の首差し出して二つ生首出すから親鸞聖人の見かけを返してほしいと、その首がここに安置されている。今の時代には考えられませんよね。他に散策会ではとんちで有名な一休さんが修行した松髄寺、松尾芭蕉がたびたび訪れた本福寺にも立ち寄りました。こんな近くに歴史のあるものがあって再発見しました。なんか今まで、ね、見たこともないようなものが多く、はい、感動しました。交流イベント王 GoTo カーニバル、こんなイベントも開かれました。地域食材を使った新メニュー開発と地元品評会です。このイベントは地元の人々に愛されている4つの飲食店にオリジナルでお子様向けワンプレートハンバーグを作ってもらい、その美味しさを公募で集まった親子に評価してもらおうというコンテストです。
うのは地元で集めた食材の数々。ユニークなハンバーグが登場すると参加親子からは歓声が沸き起こります。近江牛 100% のハンバーグです。まあ、3種類のソースで召し上がってもらいます。近江の地野菜も美味しくいただいてください。ナポリタンハンバーグっていう形で作らさせてもらいました。こちらは一番お得意メニューで、赤ワインの煮込みハンバーグでさせていただいてます。子どもたちの率直な食べてみた感想に耳を傾ける料理人の皆さん。ここでの意見を参考にして大津湖西エリアならではのユニークな定番料理が誕生する旅館にあふれたイベントでした。旅館をはじめのお店の方々、レストランですね、商品作りしていただいて、ますます栄えていくような料理メニューを出していただきたいなと。それを機会に、近江牛をはじめ滋賀県の食材等を、ここ小琴温泉、はじめ、湖西地区ですね、から発信して広めていきたいと思います。131番、交流イベント GoTo カーニバル。イベントに参加した皆さんのもう一つのお楽しみは大抽選会。63番です、いませんか。9番の方、9番、おめでとうございます。はい、前の方にどうぞ。はい、ではあと1枚、ね、サンタさんが来たよ、よかったね、おめでとう、おめでとうございます。さあ、まず1人目の方、83番。一等は地元扇の棚田米5キロ。さて、どなたに一等は当たったのでしょう。足元を気をつけて、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。今当たった気持ちはどうですか。嬉しいです。嬉しい、もう正直帰ろうと思ってた。帰らんといて。ごめんね、お米あるけどいただいてありがとう。ありがとう、嬉しいです。もうほんまに帰ろうか思ったんですよ。、ね、お天気が良かったので本当にたくさんのお客様においでいただきました。そして何よりやっぱりこの人が集まるということ、そしてこの人の熱気、これをまたね次につなげていくということ、これがね一番大事だなと思いました。でこれからもこの小琴だけではなくって坂本、そして片田で住民の方、観光客の皆さん、大津市、ね、オール大津で魅力を発信できればなという決意を改めました。本日ありがとうございました。大津湖西エリアのサイクリングツアーと交流イベント GoTo カーニバル、いかがでしたか。少し風は冷たかったですが、自転車に乗って走ってみると豊かな歴史と風光明媚な大津湖西エリアの魅力を再発見することができました。各エリアには手軽に利用できるレンタサイクルがあります。春になれば風も和らぎ、桜や野の花が咲き乱れ、サイクリングに嬉しい季節となります。それまでにこの番組を参考に、友達や家族と楽しいサイクリングツアーを企画してみてください。この番組はご覧の提供でお送りしました。違法だよ、アゲル君。今日もドラマをアップロードっと。無駄アップロードだけはやめるんだ。いや誰だよ。未来から来た君さ。未来から来た僕。今すぐやめないと取り返しのつかないことが起こる。取り返しのつかないこと？君もうすぐ捕まるよ、マジで。あの人渡りたいんじゃん。今年も買いつぶりカレンダーができました。2ヶ月先まで日付が確認できて、キャラクターがいっぱいのとっても可愛いカレンダーです。100部限定、お申し込みはお早めに。東京ボンゴ関西唯一の弟子の店、
安納さんおにぎり食堂のふわふわおにぎりをご賞味ください。卵かけご飯のような卵黄醤油漬けをはじめ具材は40以上。来てね。